今回、はい、沖縄開催特別企画としてライオンズさんとのコラボ企画が誕生しました。もうね、はい、セブさんの方には動画が公開されておりますが、はい、誰からの質問が来たかはもう分かりますね。穂高ですよね、はいはい、仲いいですか普段。そうですね、たまに連絡取ったりしますね、はい、そんな山川選手からの質問ですなんか怖いな奈緒さんのフォーム好きです。僕の中でかっこいいと思う投球フォーム第2位です。な、1位じゃないのかっこいいって言ってんのにちなみに1位はイーグルスの岸さんです。あー、わかるわかる、めちゃくちゃ納得。それは、はい、素直に嬉しいですよ。まさかそういう風に思ってるとは思わなかったですし、むしろそういう風に見てるとも思わなかったですし、はい、それは野手にの人に言われることは嬉しいですよ、はい、逆に山川選手のあれはちょっと脅威ですよね。いや脅威すぎるでしょいやもう毎回マウンド立つ時はやっぱ腹くくって勝負しないといけないバッターなんで、という最初は告白からでした。なるほど質問じゃないですよそれ。いや前にもあいつ覚えてるか分かんないですけど言われたんですよ、直さん早く結婚した方がいいっすよみたいな、いいっすよ結婚みたいな言ってたんで、したいんですけどね、まあ募集中ですねまあ必ず招待出すんで、穂高用にそこのテーブルだけお酒いっぱい置いとくようにする、自由に飲んで、はい、いやもう一野球人としたらこれ以上ないいいバッターなので、やっぱ対戦するとこうゾクゾクするものがありますし、ただ一同じ沖縄出身のプロ野球選手としては同じチームでやってみたいなという思いももちろんありますし、それだけじゃなくて又吉もそうでしたけど、やっぱりこうなんていうんですかね、沖縄の出身のチームの選手とは全員と同じチームでやりたいっていう思いはあるので複雑ですね。見方によって違います、はい、悩ましいですけど、まあでもそれほどねいい選手なんで、はい、そこはね一緒にやりたい思いもありつつ対戦したい思いもありつつ、はい、複雑ななかなか攻めた質問ですね、はい、まあでもいつか沖縄オールスターズみたいなね、いやいやなんか企画でねそういうのあったらめちゃくちゃいいと思いますし、まあもし僕がその企画で引退してたとしてもその日のために頑張りますよねそれはもうじゃあ10年後ぐらいですね、頑張りますいやいやいや、もう無理ですよ、そんな簡単にできないんで、はい、いい勝負をねしていい試合をして一番沖縄県民の皆さんが湧いてくれるのが楽しいので、はい、しっかり勝負できるようにお手柔らかにお願いします